皆さん、こんにちは。ウィザードヒロです。じゃあちょっとカードマジックをご覧に入れたいと思いますけども、現在、カードマジックの種類は5万種類以上あると言われています。その中でも私が好きなのが、シンプルなカードマジックが私は好きです。中でも、フォアエース。たった4枚のエースを使って、マジックをするフォアエースっていうマジックが大好きです。4枚のエースを使います。ちょっと待っておきましょう。で、エースの中でもこのスペードのエースだけは他のエースと違うマークが大きいですね。これには理由があります。どんなことかというと、他のちっちゃいマークのエースというのはおまじないをかけますとひっくり返ってきます。まずダイヤのエースがひっくり返ります。でもう一回おまじないをかけますと今度はクラブのエースがひっくり返ります。でもう一枚エースありますね。ひっくり返ってないです。ちっちゃいマークのエースはハートのエースです。おまじないをかけるとハートのエースがひっくり返ってしまいます。スペードのエースだけはマークが大きいですから、このぐらいのおまじないではひっくり返ってこないんです。で、どうやってスペードのエースをひっくり返すかというと、真ん中